こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、正義は勝つという、まあ、そういったタイトル、サムネイルを拝見して、動画の中身はまだ見ていないんですけども、この正義は勝つについてちょっとお話したいと思います。世の中にはね、正義のはずなのに勝てていないものってあると思うんですよ。要するに悪が勝ち、正義がねじ伏せられる例ですよね。筋が通らないこととか、理不尽なこととか、様々あると思います。ではなぜ正義が勝つはずなのに正義が泣きを見る、負けることがあるんでしょうか。いや、これはね、私のことで言わせていただければ、私の立場から言わせていただければ、勝てないような正義は正義ではないんですよ。正義を貫こうと思ったら知恵が必要です。人柄が必要です。人脈が必要です。お金も必要です。つまりは、正義を実現させるための力を自分が持っているかってことが問われているんですよね。で、その正義を実現させる力を持った時に初めて正義が勝てるわけなんですよ。だから、勝てないような正義を振りかざしても、それは負け犬の遠吠えということなんで、修行が足りないということです。悪にね、負けるような正義なんて、もうね、それは正義ではないですよ。まあ、ですんで、本当に自分なりの正義を貫き通すなら、ずるいことなく、策謀をすることなく、正々堂々と王道で、まっすぐ勝利をつかんでいただきたいかなと。それこそが多くの方が望んでいる正義なんではないかなと思うんですよ。こすいことをやってね、策謀で勝ったところで、奇策で勝ったところで、人は喜びません。その時点では助かるかもしれませんけども、結局そんなやり方で正義を通すような人間を、人は信用しないわけなんですよ。まあ、ですんで、本当にね、正義が勝ってほしいと思うなら、自分でその正義を実現させる力を持つ、これしかないと思います。つまりは、力なき正義は無能なり、正義なき力は無能なりということでございます。それではですね、動画の方まだ見てませんので、私はこれから見ていこうかと思います。いろんな考えがある中で、この正義は勝つに対してどんな考えをね、他の方が持っているのか、これから見ていきたいと思います。それでは、正義を実現させるために、稼ぐ力、そして知能、頭脳、人脈、時間を自由に操るマネジメント、こういったものを身につけていこうかなと思っております。では、いってらっしゃい。